昨日おとついぐらいからラジオの方も放送し始めました。おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、アルフレッド・スローンさん、アルフレッド・スローンさんの名言で、何の過ちも犯さない人は何もしない人たちである。過ちが足しになるのは我々が失敗から学んだ時である、ということでですね、アルフレッド・スローンさんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。アルフレッド・スローンさんはアメリカコネチカット州出身の実業家であり、ゼネラルモーターズ GM で長年社長を務め、同社を世界最大級の製造業企業へと成長させたことで知られる人物ということでですね、まあ GM の社長さんということですごく有名ですけれども、そんな GM の社長さん、世界最大の製造業の企業の社長さんでさえ、いろんなチャレンジをして、いろんな失敗というかミスをして、そこから学んでいろんな改善をして成功に導いた方ですよね。まあ何も失敗を恐れたらですね、何もできなくて、何もしない人っていうのが一番いいのかと。まあそれはね、基本官僚とかそういうお話になってくるんですね。官僚とか公務員とか、まあ私がこうこのお話を向けて喋ってる人たちっていうのは、間違いなく一般企業に勤められてる方とかですし、まあ一般人、普通に言われる一般人の方だと思いますので、うん、いろんなね、ミスをして、チャレンジしてミスをして、でそこでへこむんじゃなくて、やっぱりこれそれからどうするかということを考えて、いろんなことにね、まあ改善をしてという方たちだと思います。だからこそね、この名言すごく刺さるものがあると思うんです。はい、だって GM の社長さんでさえこんなこと言ってるんですよ。まあもちろんね、まあ、本田宗一郎とかね、豊田喜一郎さんですかとか、そういう人たちでもそうですけれども、まさに、失敗をしてない人っていうのはほとんどないと思うんですよね。まあ失敗を恐れる人たちはいると思います。で受け身の生活をして何もしないという人たちもたくさん私は見てきました。で私、こうやって YouTube でお話してるんですけれども、私もまあ日々こうやってね、毎日ずっと YouTube をやってるだけではダメだということでですね、昨日おとついぐらいからラジオの方も放送し始めました。もちろんね、喋り方というとやっぱり YouTube ともちょっと違って、音声だけですので、うん、初めね、YouTube のように喋ろうと思ったんですけれども、なかなかやっぱりうまくいかないと言いましょうか。1日2日、まだ3日目なんですけれども、ラジオはラジオのやり方があるんだなということを少し学びまして、今、いろいろ勉強しております。初めね、本当に音声撮った時にね、YouTube と何が違うのかと思うぐらいの感じだったんですけれども、よくよく自分で、ね、聞いてみると、あ、やっぱり YouTube とはまた違う世界なんだということを改めて思いました。はい。すごくね、まあ編集とかはね、ラジオの方が時間若干、時間が短いかなという感じなんですよね。音声だけですので、まあ、YouTube ってね、まあここに画像があったりだとか、タイトルとか、プロフィールとか、もちろんね、時間があればね、字幕なんかもつけていきたいなと思ってるんですけれども、私もそこまでは、まだまだ頭が回ってない状態ですので、はい。私も今日はね、まあ一日、いい天気なんですけれども、まあ家に引きこもりじゃないですけれども、まあ家でちょっと作業して、明日はお休みと言いましょうか。まあちょっとね、なかなか京都にも戻れてなかったので、京都に戻ってということで、やっていきたいなと思っております。しかし、急に寒くなりましたよね。はい、急に寒くなってですね、私も何を着たらいいのかということですごく悩んでます。皆さんどうでしょうか、皆さんのところも寒くなって大変だと思います。今年はなんか冬が寒いと言われてますので、はい、とてもね、心配はしております。
この YouTube はね、一生懸命、雨の日も風の日も室内ですので、放送はしていきたいなと思っております。はい、ありがたいことでですね、登録者もどん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 増えていきまして、年末までに、まあ、250名いくかなと、びっくりするようなね、勢いで今伸びてますので、はい、頑張ってやっていきたいなと思っております。皆さんもね、今日も一日頑張ってやっていきましょう。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。